もなくトンネルに入ります。窓を開けているお客様は窓口で乗車をお願いします。列車は次にトンネルに入ります。窓を開けているお客様は窓閉めをお願いいたします。途中のあるあるの通電車に行かれるから。帰るときは通電車に乗り換えじゃないんだよ。
では本日は SL 水上号にご乗車いただきましてありがとうございます。車内販売よりご案内申し上げます。ただいまワゴンサービスではソフトドリンク、アルコール類、アイスクリームなどをもちまして皆様のお席までお伺いしております。スイカ、電子マネー、クレジットカードでもお支払いいただけますのでどうぞご利用くださいませ。なお、帰りの車内販売では設備の関係上ホットコーヒーの販売は行っておりませんのであらかじめご了承ください。本日のおすすめ商品といたしまして北海道の生クリームをふんだんに使用しました滑らかな口溶けの濃厚なアイスクリームを280円にて販売いたしております。車内販売の中でも人気商品でございます。この機会にどうぞご賞味くださいませ。
猿岩町三国温泉郷の玄関口五感に到着いたします。五感での停車時間は短くなっております。降りるお客様以外は車内でお待ちください。なおドアは手前に開きます。段差ございますので足元にお気をつけください。お出口は右側です。ありがとうございます。 SL 水上号高崎行きです。次は自然の方向ホテル玄関口沼田に停車いたします。
ご協力いただきましてありがとうございました。まもなく